早なっちゃった、驚いた。皆さんこんにちは、エンターテインメントコミュニケーションズロンの担当教員でアートセンター副所長の、久米川麻里夫です。アートは何か高尚なもので、エンターテインメントは商業的、貴族のものだという見方もあるかもしれませんが、私はそういう見方は、浅いと思っています。人々を楽しませるという行為は、それがビジネスになったとしても純粋な芸術と比べてレベルが落ちるということは、ありません。逆に言えば純文学もファインアートもそれが、ビジネスにならなければ人々のもとにそもそも届きません。この講座は音楽を中心として、人々を楽しませるさまざまなジャンルのエンターテインメントがどのように生まれて届けられて受け止められるのかと、それを総合的な教養として学んでいただこうというものです。私自身さまざまな音楽、演劇、スポーツなど子どもの頃から楽しんだり自分でやったりしてまいりました。それは楽しいだけじゃなくて生きる力そのものであったと、そのものを汲み取る泉のようなものであったと思います。現在急速な技術、メディア、そして社会の変容の中でエンターテインメントの役割と可能性も変わってきています。ぜひ一緒にエンターテインメントの未来と世界を考えてまいりましょう。私はエンターテインメントを作るプロではありませんから、授業では常に複数名のプロフェッショナルな方々が来てくださってさまざまな指導をしてくださいます。この講義のティーチングアシスタントには皆さんの先輩でシンガーソングライター、そして作詞作曲家として活躍するこの方がついてくださいます。皆さんはじめまして、エンターテインメントコミュニケーションズロンでティーチングアシスタントを務めますシンガーソングライター、作詞家作曲家の山崎葵と申します。そして慶応大学の OB でアートセンター訪問書院でもあります。この授業では学生の皆さんと一緒に、現役のクリエイター目線で一緒に実験しながら楽しく学んでいけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さてこの講座は日本音楽事業者協会とネクストーンの寄付講座となっており、エンタメの未来と世界を考える講座です。毎週の授業にはエンタメ業界の第一線で活躍するゲスト講師の方々が登壇してくださいます。今現在まさに日本のエンタメを世界に発信している方々の話は、エンタメを志しているいないに関わらず多くの人にとって大変刺激的なお話になることと思います。この授業には一つの特徴があります。それがアクティブラーニングです。作り手、送り手、広げて、受けての4つのグループに分かれて、実際に講義で学んだことを形にして、授業の枠を超えて世の中に発信していこうという取り組みになっております。この授業の主役は学生の皆さんです。一緒にエンタメの未来を作りましょう。それでは教室でお待ちしております。